皆さんこんにちはこの動画ではモマットガイドスタッフが所蔵品の中で特に思い出のある一押しの作品をご紹介します今回の担当は瀬尾ですよろしくお願いします私の選んだ作品はこちら野田秀夫という画家の作品ですどんな第一印象を持たれますか 私は初めてこの絵を見た時、中央の人物が気になりました。そして彼の周りを見ると、一体何が起こっているのと混乱しながらも引きつけられていきました。謎が多い絵は魅力がありますよね。画面には様々なものが描かれていますので、拡大して見ていきましょう。 まずは中央のうつむいた人物ですが、ひっかいたような線で二重に見えませんか左側には青空、麦畑、納屋のような建物、そしてカーテン。これはどこにかかっているのでしょう消えてしまいそうな男の子。この子は腕組みをしていて、中央の人物と似た仕草ですね。崩れた床の下には女の子。 どうしてこんなところにその前にあるのは石か犬か男の足は大きく一歩踏み出しています右側には壊れたフェンスひっくり返ったテーブル大きな花束一体どういうことなのでしょうか対話鑑賞参加の方からは画面の右と左手雰囲気が違う左は田舎の様子 右は都会の様子。中央の彼がたどってきた人生を表しているのではカーテンは辛い今の人生に幕引きをしたい気持ちの表れいやあ、この人の前足の一歩は力強いので希望も感じる。などの発言が出ました。あなたはどのように思われますか野田秀夫はアメリカで 移民の子として生まれましたが、3歳から18歳まで熊本のおじに預けられ、日本で育ちました。その後アメリカに戻ります。この絵は彼が日本に一時帰国した1935年27歳の時、ニカテに出品された作品です。その後30歳で亡くなりました。 この絵が描かれた当時のアメリカは1929年の世界恐慌により大量の失業者がいたそうです。私は彼の生い立ちを知りこの中央の人物は彼自身なのではないかと思いました。全身がき削ったような線によって二重に描かれているのは自分がどちらの国に属しているのか 自分の帰るところはどこなのかと苦悩している姿に見えました野田秀夫の生きた時代を知り小学校6年生たちは中央の男性の心を想像してくれました「僕は何のために生きてるんだろう」「これから僕はどうしていけばよいのだろうか」3人の登場人物を父親と子供たち としてこんな物語を作ってくれた6年生もいました今日は娘の誕生日ポケットにはお金がないどうしよう早くお父さん帰ってこないかな今日は私の誕生日なのにチェ、なんだよお姉ちゃんだけ浮かれて畑仕事もしないでさあ、あなたはこの絵からどんな物語を つむぎ出しますか今回の作品は野田秀夫のキロでした。お楽しみいただけましたでしょうか参考資料はご覧の通りです。この動画は東京国立近代美術館解説ボランティア、モマットガイドスタッフが教育普及室の監修のもと制作しました。 東京国立近代美術館では開館日の毎日2時から所蔵品ガイドを行っています。進行役を務めるのがオマットガイドスタッフです。一方的に作品を解説するのではなく、様々な見方を提案したり、発言を引き出したりしながら、対話と多様性に満ちたギャラリートークを提供しています。所蔵品ガイドは現在、 新型コロナウイルス感染症対策で休止中です次回もお楽しみに東京国立近代美術館のチャンネル登録もお願いします